なにわきんたろう芸能チャンネルをご覧いただきありがとうございます今回の話題は週刊女性プライム2月4日号から記事引用しました森さ子さんの三男の森内博樹さんがソロデビューまた母親として次男の結婚式には出席しなかった理由に驚きましたこんなお話をさせていただきますどうぞ最後までお付き合いください終わりにチャンネル登録をよろしくお願いします 今年1月森進一さんと森雅子さんの三男でお名前が森内博樹さん初めて名前を聞かれた人もいるかと思いますがその博樹さんがソロデビューをされましたデビューアルバム「新月とリリース宇多田光さんの「オートマティック」やミーシャの「愛の形」などを原曲キーで歌うハイトーンボイスは業界内でも美声すぎると話題になっていますよとスポーツ紙記者は話しました ひろきさんは世間ではかなりイケメンと話題ですが、私が写真で見る限り顔はやはり父親の森進一さんにそっくりですね。ひろきさんには当然彼女がいてもおかしくないはずです。1月に放送されたダウンタウンナオでは彼女はいませんと発言していました。また次男のお名前は森内智樹さん。サラリーマンでテレビ東京に入社されました。結婚されているというお話です。 その次男の結婚式には森さ子さんは出席しませんでしたさ子さんは自分たちで勝手に決めちゃったんですもんと話しましたでもお腹を痛めた子どもの大切な結婚式には出てあげてほしいですね現在テレビ東京ではアシスタントディレクターをやっているようでそのうちディレクターになり番組を制作しテレビ東京の中で敏腕ンンプロデューサーなんて呼ばれる日も来るかもしれません 森正子さんは1986年に森慎一さんと結婚しましたが2005年に離婚しましたそれ以来3人の子供を育ててきました成長した息子たちは母親と同じ道を歩んでいくと宣言したそうです森正子さんは芸能人は不思議な商売でもう引退しますと宣言しながら時が経つと平気で復帰しますなんて言ってそこに仕事があるなんていうありえない世界なので あながち復帰と思われても仕方がないのですね、と話しました。長男はロックバンドワンオクロックのボーカルのタカさんです。二人の最強遺伝子と称される森内博樹さんですが、そのことを鼻にかけるようなことはありませんでした。誰に対しても礼儀正しく、気配りを欠かしません。カラオケでは自分の曲やお兄さんのタカさんの曲をよく歌っていますね。すごくうまかったのを覚えていますと、知人は話しました。 やんちゃ息子として評判だった彼が立派に成長したのは森雅子さんの子育ての影響が大きかったからといいます母親として雅子さんは門限を破ったら家に入れない18歳になったら強制的に家を出すという独自の子育てで3人を育てたと話しました兄弟同士でも年長者には敬語を使わせたり箸がうまく使えないときは手に赤い跡が残るほど強く叩くなどスパルタ教育をしたようです 子育てに関する著書「母親力息子を飯が食える男に育てる」を出版し話題になりましたねと芸能プロ関係者は話しました時に厳しくも母親の愛情を一身に受けて成長した森内博輝さんですが幼少期にはこんな挫折を経験していたようです水泳や体操などの習い事をしながら小学校受験をしたんです 上野お兄さん二人は都内の有名私立小学校に進学したのですが、ひろきさんだけ落ちてしまい、公立の小学校に通うことになりました。同じように努力していたのに、自分だけ結果を出せなかったことで、当時はかなりコンプレックスを抱いていたそうです。劣等感に苛まれていたのか、小学生の頃の森内ひろきさんは、やんちゃ息子として有名だったそうです。授業中に教室を歩き回ったり、 他の子供にちょっかいを出したり、終始落ち着きがなかったそうです。じっと座っているのが苦手だったんでしょうね。だから最近テレビで落ち着いて話す彼を見て、驚きましたねと、小学校の同級生はこんなことを話しました。当時は周りの人に迷惑をかけてしまうことが多かったため、母である森雅子さんが叱ることも多かったそうです。叱ると言っても怒鳴ったりはせず、なんでお母さんが怒っているかわかると、 怒られたた理由を考えさせるようにししていましたね一方で先生や他の保護者には息子がご迷惑をかけてすいませんと謝っていたそうですただ現在の歌唱力の高さを彷彿とさせるエピソードもありました勉強は苦手だったのですが音楽の成績は抜群でしたね一人だけ実力が違うんです保護者の間でもやっぱり両親の血を引いてるねと評判だったみたいと同級生が話しました 両親の後を追って走る森内博己さんにバラ色の未来が待っているのでしょうかご両親に心配かけないようにご活躍をお祈りします最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた良ければチャンネル登録もお願いします